皆さんおはようございます。インターネットの方々おはようございます。こんにちは。こんばんは。私たちの教会ではですね、献金額の10分の1を教会外の働きのために捧げています。その感謝の祈りの時をね、共に持ちたいとこういうふうに思います。お祈りします。天の様、あなたがアンテオク教会を豊かに祝福し、また会計的にも豊かな恵みを与えてくださっていることをありがとうございます。また私たち一人一人に対する豊かな祝福をありがとうございます。今その感謝の印としてお金を捧げました。あなたが豊かに満たしてくださることを感謝します。あなたの皆をあがめます。あなたの御働きを感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。改めておはようございます。4月30日にコロゴスペルが行われたんですが、今度は8月15日にコロゴスペルが行われるんですね。コンサートをやってるわけですけれども、その宣伝映像ができましたので、それを見ていただきたはい、どうもありがとうございました。8月15日に、ここから100メートルぐらいのところですけどね、線路沿いにこうザ・高円寺でコロゴスペルが行われます。どうぞいろんな方々を連れていらっしゃっていただきたいと思うんですね。で、私たちの、賛美の働きは神の言葉から始まって、特別の御心があるというふうに感じております。一つは今起こってきているリバイバルのポイントとして、全てを感謝するという感謝と、それとこの賛美の働き、この賛美が一つポイントであるということを主が語られているんですね。その歩みの中でね、こういろいろと神様の技が起こってきています。一つは何かと言いますと、養老院とか、あるいは病院とか、また学校とか、あるいはショッピングセンターとかですね、いろんなところで賛美隊が、賛美のグループがね、賛美をしていって、でその中でいろんな方々が触れられたり解放されたり、癒されたりするということが起こってきてるんですね。でまずそういうような、
賛美を通しての技は今まで日本の教会で起こったことはなかったということを感じますし、また同時にこれもリバイバルに向かう一つの働きのポイントかなというふうに思います。それとともにですね、コンサートにおいてもね、万を超えるコンサートとなると、こういうふうに主が語っておられます。私そのことは信じてるんですね。でこれからどういうふうに発展していくかちょっと見ていただきたいと思うんですが、そうしましたらちょっと前にコンサートに来た人がね、この間来てて言っておられましたね。一気にまたね、成長してるっていうのは、まあそれは主の手があるので、どん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 成長していくというふうに思いますし、またこれからさらに大きなことが起こってくると。ですから特別な主の手のあるコンサートであるということをね、覚えておいてください。そしてですね、主の手のあることはやるんですね。なぜやるのかって、そこで私たちはね、主を深く体験することができますし、また主の栄光を見ることができるからですね。ですから特別な意味合いがあるコンサートであるということを覚えつつね、どうぞ皆さんいろんな方々を連れていらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。それで白馬キャンプが近づいているので、その紹介映像をね、見ていただきたいと、こういうふうに思います。何食べたいですか？ハンバーグ。あれもちろん。あれもちろん。せーの。せーの。食事。CS でみんなに会うことです。テーマは神様に対してどんどん祈ろうということです。温泉に入ることですかね。ですね。はい。私は地方の子と交流するのが楽しみです。ここからいろんなオーケストラ、楽器をやってる人たちがみんなで集まって演奏する時間が毎年の楽しみです。映像セミナーも気になるし、でもなんかそれ以外の健康セミナーとかアレンジセミナーとかブロックセミナー、いろいろ楽しみなもの盛りだくさんで、まだ決めてないです。初めて参加します。 J ゴスペルコンテストファイナル in 白馬がやっぱり行かないと見れないので、それを楽しみに参加しようと思ってます。生きる
るか。我が恵みの十字架、喜びに満ちる聖徒らの眼差しよ。ずっとギフさん聞かせていただいてるんですけれども、ギフさんもグランドチャンピオンとしてどう迎え撃つかというか、何の曲を歌うのかなというのがすごい楽しみで、今からワクワクしています。そうですね、友達が小さい頃からもいてますので、もう10回以上いてると思います。人生の転換期になった、いくつかの転換期になったキャンプでもありますので、非常にこの神様の祝福の恵みがいっぱい詰まったキャンプです。ぜひたくさんの方に、ね、見えてほしいと思います。この世では希留者として、神様の御心がここにあるということを何度も示されているんですね。神との交わりの場です。そして実際と永遠に神と共に生きる。7月24日から27日の予定で白馬のキャンプが行われます。本キャンプは25日から27日ですね。どなたでも出席できますので、どうぞいらっしゃってください。非常に印象深く楽しい、そしてね、心に残るキャンプです。それで正解にこの行くとですね、最後に祈りの時があるんですよね。でその時に真剣に求めてくださる方はいいんですけど、なんか神の技が起こるし、特別な主の祝福があるんですが、なんか牧師がなんか誤解してるみたいで、私が祈りのところに人が来ると人が私が喜ぶと思ってるみたいで、でいろんな人を信徒の方を説得してですね、やだやだしてるのに無理やりに連れてくるんですよね。であれやめてほしいと思うんですね。で祈られる方も嫌でしょうし、こっちも疲れるしですよね。でもその時子供がよくね連れてこられるんですけど、時々ね本音の祈りの課題を言うんですね。で2つはあるんですね。1つは何か勉強ができるように、やっぱりこれは悩みの種だみたいですね。それともう1つはね、白馬に行けるようにっていう子がいるんですね。何もね、だから白馬がね楽しいんですよね。それで先日ですね、韓国の宣教師の方が韓国の若い人たちを連れてやってきたんですけど、その宣教師の方々がこの教会に来た時に、ああ若い人がここにいたって言ったんですね。で日本の教会はですね、今若い人がいなくなってるんですね。でもね、主の住会にたくさんの若い人がいるんですよね。それとともにね、面白いことをやれてて、クリスチャン2世が用いられる。大体日本の教会の問題点はクリスチャン2世が信仰を失うことが問題点であって、それがアキレス腱なんですよね。ところがね、この教会ではね、もちろんそうでない人もいるかもしれませんが、多くのクリスチャン2世が用いられているんですね。でその時にポイントとなっているのはね、私このキャンプであるというふうに感じます。第一、全国からいろんな人たちが集まるので交わりができるのと楽しい、それとともに霊的な祝福がそこにあるということですよね。で私はですね、クリスチャン生活をね、こう永遠の流れの中でこう見る、そういう癖があるんですけど、その時にね、やっぱりの白馬のキャンプっていうのはね、すごく印象深く、ね、例えば500年後とか1000年後とかもっと遠くになった時にね、懐かしく思い出すであろうと、そういうふうに思うんですね。
それでリバイバルに向かっているのは特別な土台となってますけれども、そして特別な祝福をね、おのおの受けていることがあると思うんですが、私がねちょっとね思っているのは何かというと、年月がね長くなって遠くから見れば見るほど、実は今隠れている恵みっていうのがねあって、それがね大きく現れてくるんではないかと、こういうふうに感じてるんですね。必ずありますからね。だからどうぞ皆さんね期待しつつねいらっしゃっていただきたいと思うんですね。それで死の十字架ではね寝てたっていいんです。やっぱり一番寝てますね。でね、そこから器が出てきてる。でも皆さんね、期待を持ってないためです。クリスチャンはね、祝福されるって期待を持ってないためです。神様は愛してくださっていてですね、最高を与えようとしてるんですね。で、最高が与えられる、あるいは問題において最高が表されるっていう期待を持ってないためです。だから皆さん期待。それだけキャンプはね、もちろんご飯も美味しいし、それからですね、温泉入ってですね、集会に出てそこでまどろむ喜びもあるし、そういうことも素晴らしいですけど、主が導いてくださる時にね、本当に最高を与えてくださるんですね。しかしね、期待してない人はね、それを失うことが多いんですね。ですから皆さん期待してください。そしてね、いらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。でお金とか何かないとかね、そういう方々はさらけに行かないように祈ってください。都合がつかない人も祈ってください。奇跡はね、そろそろは起こる頃です。こうすれすれに どうやっかね、かなり前に奇跡が起こるっていうことはあまりなくて、すれすれみたいなところが多いんですね。ですからどうぞ皆さんね、奇跡を求めている方は主に熱心に求めていただきたいと、こういうふうに思うんですね。それでイスラエルのキャンプの映像がありますので、それを見ていただきたい。
はい、どうもありがとうございました。11月じゃなくて10月29日から11月10日の予定でですね、イスラエルにチームが行きます。どなたでも出席できるチーム、加われるチームですのでね、ぜひいらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。それで私は主に導かれてきた祝福の一つはですね、イスラエルに行けることであるというふうに感じますし、イスラエルに行ける機会がたくさん設けられているということですよね。こんだけイスラエルに行ける機会がある教会はないと思いますね。そして私はですね、イスラエルに行くことに特別な祝福があると思います。今ここにいることにおいても特別な祝福があるんですが、それがあるというふうに思うんですね。でイスラエルはまた我々と深く関わっているし、信仰とも非常に関わっているわけですね。それはどういうことかって言いますと、2000年前にね、アブラハムがカナンの地、今のイスラエルですね、与えられると約束を与えられたから始まったわけですが、でモーセとヨシアによって国となって、でダビデの時に繁栄して、でエルサレムでイエス様が十字架にかかられて永遠の命を与えられ、そして神の国がの実態が明らかにされたわけですよね。そしてこれから、カナン時代の7年間がこう始まります。そして7年目に3.5 年目に敬居で、7年目にエルサレムにイエス様が再臨されるんですね。そしてここから千年王国、イエス様の主である千年王国がエルサレムを中心に、この立ちます。まあ、我々はこの時からエルサレムに関わるというふうにも見ます。それとともにね、天のエルサレムが天国ですね、地上にエルサレムのところに降りてきて、そしてですね、そこは神の国として永遠に我々が生きることになるということをですね、その中で、見るのですね。そうすると我々はこのエルサレムと大きな関係があると、それとともにですね、イスラエルに行くことによって特別な霊的な祝福を受けるということを感じます。である方々はね、お金がないとか、あるいは都合がつかないで諦めちゃう方がいらっしゃるんですが、私はね、全ての人が行けるということを思います。なぜそうなのかというと、神様は私たちを愛しているのとともに私たちに最善を与えようとしているからですね。多くの人はね、最善が与えられるって頭があるんだけど受けてないんですね。でも本当に最善は来るんですよね。で熱心にこう祈っておいていただきたいというふうに思います。で、私もね、経済的に考えたら私はイスラエルに行けないと思ってましたね。でも祈りを通してね、今30数回イスラエルに行ってます。まあ、アメリカは100回以上行けるように祈ったんですね。100回以上行ってますよね。長崎も100回以上行けるように祈って100回以上行ってますね。で皆さんね、祈りは答えられます。まあ、秘訣は2つポイントをしっかりさせておいてください。それ1つはね、真の願いを持って祈ること、もう一つはね、答えを強要しない。神様に、神様こうしないといけませんよ、あなたはこうしなさいね。多くの人の祈りはね、強要の祈りになっちゃってるからね。だから委ねる、もう言ったらね、もう神様に委ねると。それから、神様に失礼はしない。これ新約聖書になって、ね、律法じゃなくなったのでね、より自由になったんですが、なりすぎて、だから神様にちゃんと礼を尽くして失礼にならないような形で、だから、多分何人か失礼なことやってると思うんですね。もう失礼なことはしない、ね、普通人にはしないようなことやってる人もいると思うんで、ね、それダメダメ、もうちゃんと神様を敬ってやっていただきたいと思うんですね。神様はね、働いてくださいますよね。それで1分動画がありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。皆さんこんにちは。今日のテーマは中東和平です。エゼキエル書38章8節を見ると、イスラエルが安心して住んでいるとあります。これは中東和平が締結された後のことを表すと思われます。
それでは中東和平はいつ誰によって締結されるのでしょうか。ダニエル書9章26節27節から見ていきましょう。ここに出てくる来るべき君主は反キリストのことと思われます。反キリストはヨーロッパから出る世界のリーダーでキリストの敵です。彼は観覧時代の7年間神に立ち向かい大暴れします。一週とありますが、これは1日を1年とすると7年になり、観覧時代の7年を表しています。そして多くの者と固い契約をしとあります。これは聖なる都、つまりエルサレムへの予言なので、この契約はイスラエルを含む契約のことで、これが中東和平のことと思われます。この和平は一週の間とありますから、中東和平は7年間の観覧時代の最初に結ばれると思われます。つまり中東和平は観覧時代の最初に反キリストによって締結されることがわかります。現在はアメリカが中心に動いているように見える中東和平ですが、締結するのはヨーロッパから出る反キリストです。そして中東和平は観覧時代が始まった印となります。中東情勢や中東和平に向けてのヨーロッパの動きを注意深く見ておく必要があります。それではまた。どうもありがとうございました。ちょっと時間がなくなっちゃったので、これはクリアしてですね、いきたいというふうに思うんですが、良い子悪い子普通の子っていうテレビがあったんですね。まあ覚えてる人はいると思いますし、分かんない、覚えてる人いますね。人気あったですよね。でじゃあですね、私たちはどこに合うのかって言いますとね、まだ大体普通のこと思う人が多いと思うんですね。まあ、罪人だって分かってるから、その罪人だって分かるときに普通の罪人ね、それが多いと思うんですよね。でもですね、私たちはですね、良い子悪い子普通の子から言うとね、悪い子なのですね。どうにもならない悪い子、私どうにもならない悪人っていうことを考えるときに、浅田翔子がね、死刑になっちゃったんですね。ちょっとそれを思うんですよね。で、私ね、浅田翔子あったんですよ。見たことある人、そんないないの？選挙運動してる時ね、翔子翔子朝原翔子ってね、踊ってるのをね、何度も見ましたよ。あれみんな見てないの？じゃあ見せてくれたのかな。それとね、サリン積んだと思われる車と出会ったんですよ。オウム真理教ってね、国分寺拠点にしてたの昔は。そしてね、トラックみたいに乗って5、6人の異様な男たちがいて、そしてね、その後ろにね、なんか積んであるんですよね、なんか機械みたいなもの。そしてね、私のうちの前で2度あったの。あの辺こうぐるぐるしてたんですよね。でね、後になって、あれそうだったっていうふうにちょっとね、感じましたよね。そうするとね、まあ、朝から将校としてたくさんの人が殺されちゃって大変なことが起こってるんですが、どうにもならない罪人なんですが、で主はね、同じ罪人として我々を見てるわけです。どうにもならない罪人ですね。それでクリスチャンになった時に、どうなるかっていうとですね、まあ、我々は罪が許されてね、そして永遠の命が与えられるわけですが、キリストに似たものになろうと思うわけです。普通、ね、中には思わないのがいるかもしれませんけどね。それで要するに清められるよう、あるいはね、キリストに似たものになろうとするわけですね。いわゆる聖書でいう立法的な努力を始めるわけですね。それをね、徹底すればするほどね、一つ分かってくることがあるんですね。それは何かっていうと、もちろん神の助けがあるときにはね、私たちは罪から勝っていくんですが、その変わりながら、しかし実に私たちはね、
底知れない罪人だなっての分かってくるわけですよね。もう神様の前にふさわしくない、救われるものでもないと、祝福を受けるものでもないと。だからよくね、それが分かってくる時にですね、私は教会に入れるものではないと言ってね、教会からいなくなる人いるんですね。で皆さんね、それはその人の誤解です。その方は教会に入れるようなものではありませんが、周りのみんなも教会に入れるようなものではないのです。そして神様はね、そういう罪人であることを私たちに認識させるんですね。だから悪い子って言うんだけど、どう悪い子、どうにもならない、最悪最悪ね、それが私たちなんですね。しかしね、主はね、その最悪を愛してくださるんですね。だから私はね、ちょっと思いますよね。なぜ思うのかというとね、この主の愛の深さと許しの深さということ。マナセなんてアサラ将校より悪い、ね、自分の子供を生贄に捧げて殺しちゃって、でクリスチャンをたくさん殺して、伝承によればね、イザヤ、預言者イザヤをノコギリで引き殺した。そういう、もうだからヒトラーより悪いですよね。ヒトラーはね、クリスチャンノコギリで引き殺してないから。ところがね、マナセが悔い改めた時に許しちゃった。しかもね、マナセはね、境外点ってありますけどね、カトリックで言えば聖書、それを書いたんですね。神の器になっちゃった、ということになりますよね。それはね、ですね、神様はね、私たちが罪人でどうにもならないことを知ってるんですが、その私たちに最善を与えようとしてるんですね。そしてね、イエス様の十字架によって罪を許し、永遠の命を与えてくださったわけですね。ですから私たちは永遠の滅びに行くことはないのです。どうしてそうなのかというとね、私たちはね、愛されてるのです。愛されてるのですね。でね、ですから皆さんね、罪人だってもう分かってるの。だからもう私は神から見放されたなんてね、そんなの初めから分かってるの、分かってるの。でその見放された罪人を愛されてるので、どうぞそのことを覚えてください。永遠の命と罪の許しが与える。それとね、それを祝福したんです。それは何を言うかというと、最高の人生と最高の恵みを神様はね、私たちに与えようとしているんです。誰を、どうにもならない罪人で十字架を信じて罪を悔い改めた人、これですね。繰り返したなら繰り返して悔い改めてください。そしてね、罪の許しだけではなくて、この問題が出てくるんですね。信じた人は義とせられる。義っていうのは正しいとするとされるんですね。だから皆さんね、私たちは度悪人の集まりなんですが、神の前にね、正しいんです。イエス様の十字架を信じたから、私たちは罪人なんだけど正しいのです。正しいのですね。そう認められてるんですね。そしてね、正しい人にはどういうことが来るのかっていうとね、正しい人の報いです。祝福されたんです。呪いがなくなったんです。これは何を言うのかって、もう簡単に言えば、最善の人生、最高の人生が与えられると、最高の恵みが与えられるっていう、このことですよね。私もクリスチャン生活、何年ぐらいになるのかな、40年ぐらいになるのかな、50年ぐらいになるのかな、そうですね。それでね、今25歳ですけど、誤解しないでくださいね。私ね、最初の時には罪が許されて永遠の命が与えられたということは分かってましたけど、具体的な祝福っていうのをね、あんまし体験しなかったし、分からなかったんですね。ところがね、こんなに愛されてるのかっていうほど愛されてるっていうのを分かり始めたんですね。いろんな祝福とね、恵みを受けてきましたですね。今ね、ヨーブ
脊柱管狭窄症って言うんですね。結構ね皆さんねいろんな牧師がそうなってるから白馬に行ってね腰悪そうにしてる人がいたら祈っていただきたいというふうに思いますね。でもねこれ一つ分かるんですよ。何が分かるかっていうとね、私は神様に悪いことをされたことは一回もない、ね、悪いと思ったことはいくらでも起こりましたね。しかしねその後ろに神の計画が現れてきた時にねびっくりいたしました。こんなすごい計画があるのかで祝福されたんですね。で今ねこうやって歩いてますけどですね、なんか動物園の檻の中みたいな感じがしますけど、一つを知ってることはあるんですね。ちょっと大変なんだ、こっち痛かったりあっち痛かったりしてね、まあ、だいぶ皆さんのお祈りのおかげで治ってきてますけども大変なんですね。でもね一つ分かるんですね、すごい結果が出てくるだろうと。まさにねもうそれを見た時はね涙が止まらないような恵みを受けるだろうと。なぜそうなのか、私はね祝福されたのです。そして皆さんね、皆さんも祝福されてるんです。ただ祝福を受けてないって方が結構いらっしゃるんですね。それはどうしてかというと受け方を知らないということです。これが一つ大きなポイントとしてあるんですね。ですから罪が許されて永遠の命が与えられたってところまではセーフで、その後具体的にこう人生において神の祝福が現れるっていう点に関してはよく対応を取ってないので、それが現れないないままで止まっちゃう人もいると。例えばこのことをね、もう時間がなくなっちゃったのでもう終わります。考えればね一つはっきり分かってくることがあるんですね。この間も言ったことですけど、主の住環の人に証をしなさいっていうと感謝の証をします。 ほとんどの場合、まあ、8割ぐらいねそれを体験してるからですよね。どうして体験したのかっていうと、いいですか、感謝の言葉が適用できるのはねイエス様を信じた時です。だからそこから感謝の証があってもいいんです。ないでしょ。でどこで感謝の証ができたのかっていうとですね、感謝のことをマーリンさんから聞いて納得していいですか、始めた時です。そうするとね感謝の証が救われた時からね始めるまでにないことに気がつきます。でもその恵みの中にいるんですよ。でも全てが益となることを体験してないことに気がつきます。つまり何かっていうとね、信仰を使ってない。神様のね素晴らしい祝福の約束、愛の約束は聖書の中に山ほどあります。これに対して信仰を使うっていうことがね一つ大きなポイントとしてあるということをね覚えておいてください。お祈りします。天さん、お一人お一人のうちに豊かに働き、どうぞ豊かに導いてください。もうダメと諦めちゃった方がいらっしゃいますが、それはその方の不信仰であって無知です。ちゃんと神様のところに行くように、神様はまだ最善を用意して待ってます。天の様、どうぞ豊かに導いてください。また、あることをやってるんですが、どんどん、この面倒くさい方向に引き込まれている方がいらっしゃいます、これは自分の判断ではなく神の判断に、お聞き委ねる必要があります。その時に、この主の手の技が始まります。天の様、どうぞ豊かに導いてください。この賜物があるんですけれども、それを神様の前に出してない方がいらっしゃいます。それを出して進む時にその賜物のあれはさらに顕著なものとなり、そして豊かな祝福が表されます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これを持ちたいと思います。それではおのおので癒しのためにお祈りください。天の様、どうぞお一人お一人の体と精神に触れ、癒しを与え、解放を与えてください。ここに臨在されるあなたご自身が私たちの体に触れ、精神に触れてくださっていることをありがとうございます。完全な癒しを与え、解放を与えてください。あなたが私たちの体と精神に触れてくださっていることをありがとうございます。イエスキリストの御名によって見ず病の霊よ、今すぐお一人お一人の体と精神ください。イエスキリストの御名によって水病を今すぐお一人お一人の方を精神ください。イエスキリストの御名によってお一人お一人の方を精神水癒されよ、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 
野菜、野菜、野菜、野菜。イエス・キリストの宮へと、お一人人の稼働精神に野菜を宣言する。なんか、癖があった、指がなんかの、指に関する何か癖があった方がいらっしゃいましたけど、これが取り去られました。感謝して受け取ってください。イボがあった方のイボが取り去られました。喉のポリープの方のポリープがなくなりました。イエス・キリストの宮へと、お一人人の稼働精神に野菜を宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人と共に常しえにありますように。アメン。どうぞお座りください。報告をいたします。司法でスクリーンをご覧ください。はい、白馬キャンプが24日から行われます。どうぞ皆さんいらっしゃってください。第7礼拝、今日はですね、東京カリスマ聖会です。お間違いありませんように。風の響きの6週の応募がされています。どうぞいろいろ応募してください。はい、コロゴスペルが8月15日にコロゴスペルがあります。イスラエルチームが行きますので、どうぞいらっしゃってください。感謝の戦式祷会はセンチュリーハイエットで行います。はい、成長育成各クラスですね、どうぞ皆さんいらっしゃってください。自由に参加できます。はい、それじゃあ報告。お知らせです、癒しの集いのお知らせです。今週の土曜日7月14日の9時半から東京アントケ教会で癒しの集いが持たれます。どんな病でも人間関係の問題でもお時間を取ってお祈りいたします。またオンラインや保存版でも見ることができます。白馬キャンプのお知らせです。白馬キャンプが7月24日から27日まで行われますので、ぜひいらしてください。今回キャンプから白馬キャンプ専用 LINE のサービスを、開始しております。白馬キャンプの情報を随時受け取ることができます。ぜひご登録ください。詳細は東京アントキ教会ウェブサイト内の写真ニュースや白馬キャンプサイトをご覧ください。白馬キャンプのバスのご案内です。東京アントキ教会からホテルまでの便利な直行バスのお申し込みを受け付けています。プレキャンプの7月24日に、7時半出発のバス、本キャンプの25日に8時半出発のバスがあります。どうぞご利用ください。教会会計からです。6月の会計報告を受付に置いております。どうぞお持ちください。カンボジアチームのお知らせです。カンボジアチームが9月24日から28日まで使わされます。どなたでも参加できます。申し込み金は大人1万円、中高生大学生3000円、小学生以下は無料です。飛行機代は全日空で71,530円ですが、その都度お取りしますので変動があります。詳しくはミッションのウェブサイトをご覧ください。イスラエルチームのお知らせです。イスラエルチームの7月6日付の飛行機代は税込みで18万5000円です。現在ツアー代は人数によって違いますが、2087ドルから2272ドルの予定です。チームの詳細は聖女から流れ出る水ミッションのホームページをご覧ください。以上です。はい、いいですかね。はい、それではこれで礼拝を閉じます。どうもありがとうございました。